開門。これ当たる来たる年号は平成27年4月5日。明日には豊坂に登り、夕べには豊坂を下り、天には金の花開き、地には銀の茎たち実り、天地愛を立ちどころに絶妙の時をもって、高山、その神、宗都の奇跡、俗子の諸宗、今は一心、平常の誠をいたし、実は愛王子、本志を尽くす。かたじけなくも、龍造大根源の御法前において、平白、聖典を捧げ、いたしく祈るところ、核の落とし、ずらずら、おもん見るに、和光の月の御影は、百貫の天を照らすとまえ、道後、花の匂い、万民の利に組んず、その本事を拝するに、私利十一面、自在存は、悲願、よそんに越え、霊気を愚凡に施すたまえ。これを仰ぐ者は、諸病、諸難、立ちどころに除き。これを念ずる友柄は、恩敵御魔の悪意を払い。三十三神の紅葉は、随縁神女の水に移り、諸凡の光線を進む。十九説法の祈りの声は、悲願の耳に触れこずて、礼拝する者は、息災、延命の心に任せ、五十白天の儀楽の装いを祈る。同族、男女、貴族、上下の家柄、各々の願いを達成し進むのみなり、再来、再拝。再来、再拝、初中啓発。二頭の馬が入ってまいりました。求め、恨めがですね、金男が降りてまいります。待ちかね、今から降りて待ちかねます。白髪が、求め、黒髪が裏目でございます。象の馬に乗っている女はですね、龍造が巻くと、花田が池の龍でございます。龍が人間に、化けていく化身をしているということであります。化粧してですね、
の女はですね、神男を奪い合います。我が物にしようとただいま奪い合いをしております。Thank you.